よし娘ども、ここに整列。はあ、ああ見た顔だな。あ、どっかで会ったか。うん、ああまあいいか。よーし、お前たち準備はいいか。行くぞ、我らがウォールマーケットのカリスマ、ドン・コルネオ様の登場で。おひー、いいの、いいの。どのおなごにしようかな。ほひほひ。お前にしようかな。それともお前かな。次第で明日も明後日も奥さんでいられるぞ。ゲス野郎。あ？おい、今の誰だ？お前か。いいね、いい。その跳ね返り、へし折ってやるわ。今日はこの強気な女子だ。うわっ。おい、拒む仕草がうぃの、うぶいの。あとはお前らにやる。よっしゃー、これ。お前どっち、俺とあっち。さあ、子猫ちゃん、俺の胸かも。照れなくても大丈夫、誰もいないよ。よく見るとかわいいの。寄るな。はひー、これは進路線、たまらん。これはなんだ。気にしない気にしない、ただの記念写真。写真一枚でみんな言うこと聞くんだわ。腐ってる。あー、もっと褒めてくれ。おい、お前ら、お客さんだ。仲良くするんだぞ。これもコルネオ様の計らいだ。感謝の心を忘れんないよ。コルネオ様、万歳。だって、お嬢さんが準備はいいかい。準備？それなら、いつでも。ティファ、どう？4人か。うん、急いでクラウドを迎えに行こう。うん。なあ、お前、闘技場の。何しやがる。エアリス捨てて。くる野郎。待て。エアリスやる。ティファの方がすごい。アニアンから事情は聞いた。服と装備は返してやる。あとは何とかするから、うまくやりな。ありがとう。クラウドのとこ、急ごう。コルネオの部屋だよね。
急ぐんだ。ああ、俺も女の子と仲良くしたかったな。今頃あいつら、ひきゃあ。何しに来た。お前らは不合格だ。当たれ。やるれ。そこから狙えない。行くよ。いらん。当てる。次もこの調子。おひぃ、待った待った待った、待った、たまらん、いただきます。おいてめえ、今のはやりすぎだろうが。おい誰か来い、この女に礼儀を教えてやれ。おあいにく様、あなたの子分は誰も来ないみたい。何これ。クラウド、服。おひ、うん、あん、男じゃねえか。何がどうなってる。質問するのはこっち。七番街のスラムで手下に何を探らせたの。ねえ、ああ、何の話だい。しらばっくれても無駄。もう一度聞くね。手下に一体何を探らせてたの。言わないと切り落とすぞ。いや、やめてくれ。ちゃんと話す。何でも話す。頼まれて片腕が銃の男のねぐら探った。誰の依頼。おひー、喋ったら殺される。言いなさい。言わないとねじり切っちゃおうか。おひー、シンラのハイデッカーだ。治安維持部門統括ハイデッカー。シンラ、シンラの目的は。それだけは勘弁してくれ。言った方がいいんじゃないかな。言わないとすりつぶすよ。おひひひ、姉ちゃん本気だな。仕方ねえから教えてやるよ。シンラはマコールを爆破したアバランチとかいう一味をアジトもろとも潰すつもりなのさ。文字通り潰しちまうんだ。プレートを支える柱を壊してよ。どういうこと。わかんねえか。プレートがヒューンドガガガガガガーだ。6番プレートの事故と一緒さ。6番街スラムの瓦礫は見たことあるだろう。今度は7番街が俺になるってわけだ。そんな、ティファ、クラウド、行こう。ちょっと待った。黙れ。すぐ終わるから聞いてくれ。俺たちみたいな悪党がこうやってベラベラと真相を喋るのはどんな時でしょうか。勝利を確信している時だろうな。